社長もなんだかんだ長生きしましたね。あんまり接点はなかったですけど。部長もお体気をつけてくださいね。いつ何があるか分かりませんから。それにしても部長っていつまでもお若いですね。いや、お世辞じゃないですよ。あ、部長、この度はお忙しい中ありがとうございます。こちらの方にご記入お願いできますでしょうか。会場はあちらでございます。うちの若い子たちも部長かっこいいかっこいいってキャーキャー言ってますよ。髪型が素敵だって。この前のバレンタインの時もすごかったですよね。社長は全然人気なかったのに部長の席の前だけ女の子の行列がずらーっと並んでましたもんね。ずらーっと、あれすごいですよね。ずらー、でも気をつけてくださいね。うちの若い子たち部長の前では猫かぶってますから。この度はお忙しい中ありがとうございます。こちらにご記入お願いできますか。会場はあちらでございます。あ、部長、髪が少なくなってます。あれ、すいません、ボールペンも借りてもいいですか。このボールペンインク薄いな。お忙しい中ありがとうございます。会場はあちらでございます。部長、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 今の人絶対ズラですよね。あんなにバレバレだったら被らなきゃいいのに。あれ、部長、そんな、あれ、髪型変わりました。そんな前髪長かったでしたっけ。それでは、個人が生前大好きでありました我が株式会社鈴木建設の社歌を皆さんで合唱いたしましょう。部長、歌ですよ、歌。青空、白い雲、お客様、部長乗ってますね。乗ってますね、部長。部長、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 一人完全にずれてましたね。今音程があんなに下手くそで、よくあんなに大きな声で歌えますよね。あ、部長、大変です。髪の毛にゴミついてますよ。ゴミが、ゴミ、あ、部長、なんか私に隠してることありますよね。隠してますよね。完全に、完全に隠してますよね。部長、ご愁傷様です。